DJ ドラゴンは、日本のクラブ DJ、ラジオ DJ、クリエイティブディレクター、グラフィックデザイナー、ミュージシャン、株式会社人南所属、茨城県出身。血液型は A 型、東京ナンバー1ソウルセットの初代メンバー、ザビックバンドのボーカル。また音楽活動以外にもデザイナー、クリエイティブ、ディレクターとしても活動を行っている。現在は、 ブラック・ジャックスで DJ&MC を担当。DJ 歴20年以上のキャリアを持つ小室哲也と交友があり、1997年にはプロデュースユニット、竜巻を結成し多くの作品に携わり、2001年に小室、CG 作家の原田大三郎と共に、テクノトランスユニット、ギャボール結成。2002FIFA ワールドカップでは、ザ・ブームの島唄をリミックスし、 宮沢和志、アルゼンチンアーティストアルフレッド・カセーロと共演、上海のクラブ、ローヤム、六本木ヒルズ、マドラウンジなどの店舗プロデュースを担当した。2009年には、ファイヤーワーク DJs 名義で2011年4月ユニバーサルミュージックでデビュー史レコ直で総合チャートトップ10に入り、その他系、ポップアーティストのリミックスなども手掛ける。 タンポポのビーハッピー恋の矢印のアレンジを手掛けている。ライブサポート DJ としてはバックストリートボーイズのニック・カーター、中川翔子など国内外のアーティストのライブに出演しパフォーマンスを行っている。元宝塚のトップスター水、夏木のユニットガイズ・フロム・ザ・アースのプロデュースを担当。一方で音楽制作、デザイン制作、 スタジオジブリの美術監督山本23、石田一成などのアーティストマネージメントを行う、株式会社人男の代表取締役を務める、2010年渋谷区人男に、ファイヤーワーク人男スタジオ開設、アニメ、妖怪ウォッチ主題歌ミュージックビデオのプロデュース制作を行っている、東京、丸の内を中心とした NPO 法人、街角に音楽をオルタナ編集、 長森節とともに立ち上げ若手アーティストの演奏支援活動を行っている。2015年に一般社団法人日本 DJ 協会を設立。理事長に就任する日本における DJ のイメージ及び社会的地位向上を通して DJ カルチャーの若い世代への継承と健全な発展を目指します。お台場にて大人も子供も楽しめる。 新感覚フェスサンクチュアリ2017を開催し、統括プロデューサーを担当。2019年5月には、日比谷公園発のフードフェスとサンクチュアリがコラボレーション。一般社団法人日本 DJ 協会が DJ 検定を開始するブランドスーパーラバーズのデザイン企画に携わっていた。また、下記の CD ジャケットやアーティストのツアーのデザイン制作を行っている。 ありがとうございます。